沼津の仲見世商店街を歩きます。この中の先に多分ホテルがあるんだと思います。下見もしてないからよく分かってないですけどね。この通りってなんか結構ラブライブサンシャイン系のものが結構あるらしいんですよ。ようこそ仲見世ラブライブサンシャイン学校のあれですけど、これちゃんとここにね、ちゃんとプロジェクトラブライブサンシャインそういうのあれがある。こういうマンホールがいくつかあるんですよ、ラブライブの街だから。こういうところも普通にラブライブ仕様になってます。もう仲見世商店街一帯がもうなんかラブライブの街ですよね。今回はそのラブライブの街で泊まります。こちらです、今回のお宿。いやー、ホテルです、よかった。さあ今日はね、カジュナスさんと泊まります。あの一泊ね、2400円です。一人2400円で朝食がついてくると、とんでもない安さですよね。よし、じゃあチェックインしましょう、はい、前回オープンシートでした。それがこんないい部屋になりました。みんなすごいよ。でもね、あれだよ、個室でも意外とあんま寝れない、うん、寝れないね、それでも寝れない結局、やっぱり、うん、やっぱ一部屋が欲しいよ、ね、布団があったりとかさ、そう柔らかいソファーあるわけ。そうだよ、そうだよ、全然違うよね。何これ、ボタンがある、アラームとかじゃない、そういうやつ、うん、そうそうそう、時々、まあ要は目覚まし時計ですよ。まあゆっくりしてください、はい、俺もゆっくりしなきゃいけない。俺てかむしろレオのゆっくりしなきゃいけないその通りや、やった、いいもんだ。ユニットバスとトイレとタオルついてます。で、あとはみんなで、みんなでてか、すごいコンセントとか差し口が多いから、うん、2人いても全然十分なぐらいに差し口がある。すごいいいわ、うん、でいて、これお茶か、お茶だよね、ティーバッグだよね。沼津産の緑茶、やっぱ静岡だ。 あ、こっちか、あ、こっちにあるね、ホットと、あ、ほうじ茶とかあるじゃん、普通にあるじゃん。あ、カップ麺も食えるし、食えるし、ポットあるから、あ、全然いい、いや揃ってんな。あ、なんだこの巾着袋、あ、ドライヤー、ね、あ、ドライヤーです、はい、はい、安定ですね、ちゃんとあるんだ、完璧じゃん。もうそれで俺ら朝食ついて2400 安くね、そう考えるとすげえワクワクしてきた。やば、ちょっと楽しいな、いいな、ホテルってさ、泊まるだけでワクワク、まあ、それな、全然いつもと違うからね、家なんかと。もうのんびりしちゃいましょう、もう。あー疲れた、疲れた、いやー今日一日ちょっと見てこれ、こんな横になってる、もうすでにベッドで、ベッドですよ、すでにベッド、すごいな。これはつくか、加湿器、あれでもコンセント入れて水入ってんの、加湿器の場合は側面のタンクに水を入れてください。あ、そう、水入れないといけない。これさ、ベッドさ、うん、どうします、どっち側とか、俺こっちか、こっちか、どうしよう、どっちでもいい、こっちがいいかな、こっち、いや俺奥、うん、OK、じゃあ俺じゃあ俺のちょっと機械とかこんな全部置いとこう、よっと、いいもんですよ。冷蔵庫はこれか、はいはい、あ、冷たい、あ、もう入ってんだ、よっと、やっぱもう何でも揃ってんね、何でも揃ってるね、最高だね、やっぱ楽ですね、ホテルは。ホテルしか勝たんのやけど、うん、明日もまた長旅ですから、あ、お互い充電は必要ですよ、ね、そうですね。仙台だって今、仙台、仙台、あ、仙台、地元の人だから知っている、明日は仙台です、私、そう、仙台ですね、現在沼津です。まあそんな感じで今日はのんびりとまったりと動画を回しながら、休みたいと思います。まあ宿泊期という形にはなりますけれども、まあのんびりしてますよということだけをお伝えできたらなと思います。ということでシャワーを浴びてまいりまして、これね、部屋着ちゃんと用意してくれてます。これあったかくていいです、ありがとうございます。いや、いいですね、最高ですね。一泊これで泊まれるんだったら最高です。あの、これで僕は2日目の旅が終わりになります。明日から3日目の旅が始まります。3日目はですね、あ、その前にですね、一泊2人で4800なんで1人が2400円、朝食付きで1人2400円で泊まることができました。ありがとうございます、むちゃくちゃ安いですよね。で、明日の工程を、お話しいたします。
明日はですね、沼津から、水戸まで普通車グリーンで、ひたすら向かいます。そして、水戸からいわきまで特急日立に乗りまして、いわきから先日立の9号がですね、臨時快速として乗車券のみで乗れるということで仙台まで向かいます。あとね、外はね、まあ、壁と壁の間というかそんな感じです。いい景色ではありません。まあ、ただ泊まるだけなんで別にどうだっていいんですけど。2日目はね、沼津修善寺いろいろと旅をしてまいりました。今回はこのような感じでちょっと汚くしてますが、ベッドで、いやー、昨日オープンシートで椅子だったんですよ。ベッドで寝れるという幸せをかみしめながら本日はお休みしたいと思います。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。持ってかね、持ってかね。贅沢だわ。いや、昨日も言うて贅沢したけどさ。さて、ホテルをチェックアウトしまして、これから沼津駅へと向かいます。いいホテルでした。朝食も美味しかったし、完璧。こんなに朝ごはんをね、美味しくいただけたので。あ、こういうのはね、なるべく真ん中を踏まないように、一応ルール上。なるほど。まあ、別に踏んでる人もいるんだけど、一応ね、なるべく踏まない方がいいって言われている。ことです。まあどうでもいいんですけど。ということで、沼津駅はこれから離脱します。じゃあホテルはこんな感じでした。まあぜひ沼津で泊まったらラブライブのやつもらえると思うんで、皆さんもぜひ泊まってみてください。ということで、ありがとうございました。